シナプテックとはパッケージ管理システム APT のフロントエンドの一つ。グラフィカルユーザーインターフェースを備える。シナプテックはデビアンパッケージ管理システムである APT の GUI フロントエンドである GTK によって作成されている。一般的にデブパッケージをベースとしたシステムにおいて用いられるが RPM をベースとしたシステムでも利用できる。ソフトウェアパッケージのインストール。 アイ,インストール、アップグレードとリポジトリの追加を行う。シナプテックの開発は、コニック対話により資金援助を受け、アルフレードケイコジ島によって始められた。APT-RPM のバックエンドである、APT-RPM の作成により始められた、作業を継続させながら、APT 用のグラフィカルフロントエンドを作るよう、コニック対話が要請したことが開発の背景にある。 最終的にシナプテックはコニックタイバのインストールプロセスにて使われるようになった。また、グスタボニーマイヤーもコニックタイバに在職中、シナプテックの開発に携わった。現在はマイケル・ボークトにより管理されている。キナプテックはシナプテックのコードを使い、リナックスデスクトップ環境である KDE と APT をベースとして開発されたパッケージ。 管理システムである、ありがとうございます。